皆さんこんこにちはピクテ投,信投資顧問の糸島ですよろししくお願いいたします今日のグロインウィークリーアップデート、長期金利上昇は投資の後期か否かということでお伝えしたいと思います。まず、あの長期的にはですね、まずこの傾向で投資の後期だというふうに思っているんですけども、短期的にもですね、3月、まあ、いいおしめ買いのチャンスだったのかなというふうな状況だと思います。 中長期的にもですね、この傾向は続くというふうに考えています。ポイント3つです。1つ目、長期金利上昇したとしてもですね、長期的には上昇トレンドが持続していくだろうということ。2つ目、バリエーションは低水準で魅力的だということ。3つ目、グリーンシフト。今、大きな流れが来てますけども、そのグリーンシフトの中でも、この広域企業にとってはプラス要因だということになります。 一つ目なんですけども、1960年代とか70年代に金利が上がった局面にはですね、パフォーマンスがもたもたした時期もあったんですけども、ほぼ全部ではないですけども、ほとんどの局面でやはり上昇トレンドが持続していたということになります。こ後ほどご説明したいと思います。で二つ目。 まあ申し上げたそのリマーリ弁ですね。グロインのチャーミングなそのリマーリ、配当リマーリのところなんですけれども、そこについては相対的に魅力的だということは継続。特にその裏付けとなる業績なんですけれども、業績も安定した業績だということでですね、まあここは引き続き継続して魅力的だということになります。で、3つ目。まあ今大きく流れがですね、ここ足元来ていますけれども、このグリーンシフトという流れ。 その公益企業にとってはですねプラス要因だというふうに思っています。といったことでですねまあ短期的にも今、足元3月すごくいい投資タイミングだったと思うんですけどもえ中長期に見てもですね投資機会の可能性は広がっているということになると思います。ですのでまあ引き続きまあ中長期の投資対象になるんだということで,ですね継続して注目もしくは保有していただければと思います。基準価のの推移ですこちらの方は えっと直近のですね4月9日までお示ししたものになります。で緑の方が、えー、基準価格、えー、分配金再投資後になります。えー、グレーが、えー、基準価格になります。で緑の方注目してください。でこちらの方今、足元、少しですね右の方のですねチャートのところ、このあたりですね、直近大きく上がってますよね。こ直近、大きくまあ切り返してきていて、えー、直近のこの高値を抜いてきたということになります。 やっとですねこう、えー、上昇局面に入ってきたということで、まあ、これから期待できるかというふうに思っています。で、この基準価格の推移ですけれども、3月31日時点の月末と、まあ、直近4月9日、2つを示ししています。えー、3月31日の方からい、えー、きたいと思いますけれども、基準価格は2614円、201円高、えー、前月比ということで、まあ、大きくご覧のとおり上昇しています。 月間要因についてもですね、株式要因、為替要因ともプラスということになっていて、特に株式要因が大きかったということになります。4月9日現在、直近ですけれども、2667円、全中30円高ということなんですけれども、週間要因は以下のとおりですで。こちらの方がですね、世界の公益株式、世界の株式のパフォーマンスになります。 で緑の方が世界の公益株式、グレーが世界株式ということになります。米中貿易戦争が激化し始めた2018年の10月1日、ここですね。ここを100として指数化しています。そこから米中がおかしくなって世界景気が太めだということで世界株が大きく売られて、そして直近のところ、去年ですね。去年のこの3月に中旬にかけてはですね、コロナショックで大きく下げ、そこから戻ってきていると。 いうことなんですけれども、まあえー、世界の公益株式はまあどちらかというと、ですね、まあ、大きくあの上がっていた分、大きく下げずに、まあ、順調にこうじわじわと上がってきているというところです。まあ、直近、少しですね、えー、この世界株式とのパフォーマンス格差、この角度が差が開いていたんですけれども、まあ、だいぶキャッチアップしてきたかなという形だと思います。で3月30日現在のですね世界の公益株式、前月比、3月1か月間ですね、8.9%の上昇。 世界株が5.7ということなので、世界株よりは大きく上げてきた、まあ、この部分、角度がついて上がってきたということになりますね。4月8日現在、直近のところ、1週間、世界の小株式は0.5%の上昇、世界株式は0.8%の上昇ということで、まあ、ほぼまあ同等のパフォーマンス1、1%弱の上昇ということになっています。 今、足元ですね、大きく変わってきている状況として、この新型コロナウイルスの感染状況についてお伝えしたいと思います。でこの部分ですね、今、足元ある通り、まず、この北米、中南米がこのオレンジのところ、で、この青いところが東南アジア、で、欧州、中東、アフリカ。 西,大西洋でオレ線グラフが、ですねグレーのオレ線グラフが死者数というふうになっていますが、感染者全体でいくと、やはりまたピークに近づこうとしているということで、やはりヨーロッパ中心に厳しい状況が続いているかと思います。ただし、あのアメリカ、ヨーロッパも含めて、ですね日本に比べて、ワクチンの接種の状況とかっていうのは早まっている。日本は、まあ、特に感染者数も少なかった 死亡者数も少なかったということで、まあ、やや遅れ気味になってますけども、マーケットから見ると、この部分がまあ交換されて、まずえ直近、ですねコロナショック以降については、グロース株が大きく上がってきて、でその後バリュー株にシフトが始まったんですけども、景気敏感、このコロナウイルスの中で、ワクチン、まあ、今、感染者数は増えてますけども、ワクチン接種が、やっぱりこの春先、5月、6月、7月にかけて、 まあ結構、世界的に状況が見えてきたということ、そういう中で、えー、景気敏感のバリュー株、PR とか PBR が割安な銘柄、買われていましたけれども、まあ、それが上がってきて、一循環が出てきたという中で,です、ね、今、足元、この高配当、かつディフェンシブであるディフェンシブなバリュー株、世界の公益株式が、ね、やっと注目を浴びてきたということなので、まあ、この流れは当面続くのかなというふうに思って 為替になります。こちらは米ドル円、ユーロ円、豪ドル円をお示ししています。2021年3月30日現在でいきますと、前月比ですね、米ドル円プラス3.73%、ユーロ円マイナス0.47%、1週間ですね、4月8日のところの全周比でいきますと、米ドル円マイナス1.20%、ユーロ円がプラス0.04%となります。 実際のですね、為替の値についてはご覧のとおりになります。国債利回りです。こちらも同じようにですね、3月30日前月比でいきますと、アメリカでプラス0.183%ポイント、オーストラリアでプラス0.048%ポイント、日本はご覧のとおり。で、1週間ですね、4月8日現在の1週間で見ていくと、アメリカはマイナス0.051%ポイント、オーストラリアマイナス0 1 パーセントポイントということになっています実際の国債利回りアメリカが1.62オーストラリアが1.74日本が0.10%ということになっていますで金利上昇と公益株式のパフォーマンスについてお話ししたいと思います一時期ですねその金利上昇の局面急遽した局面ではですね世界株アメリカ株、まあ、特にグロース株も含めて 世界の公益株式についても、まあ、やや下落をですね、余儀なくされていました。で、これ赤いところですね、えー、過去赤い丸のところ、何箇所かこう赤い丸をつけてますけれども、この丸をつけたところというのは、あの、金利が急上昇した局面です。その局面で世界の公益株式、この緑の方ですね、緑もですね、まず、あ、一時的に下落する傾向が見られたということになっています。その後はですね、まあ、相対的っていうか、まあ、ほぼ、えー の状況ですけども、まあ、上昇に転じているということで、今回も3月大きく、まあ、上昇に転じてきたと。要は長期金利が1.7万円ぐんと上がった後ですね、その後、えー、もたもたしてきているという中で、1.6,1.7という中で、だいぶマーケットもこなれた形になって、その後、変われてきたということになりますで。こちらが長期金利の上昇局面と世界の公益株式になります。で緑が世界の公益株式のパフォーマンス。赤が日本、えー、アメリカの10年国債の利回り。 え黒がですね、アメリカの短期金利、政策金利になります。一番下、この緑の棒グラフですね、ここはアメリカの長期金利、10年国債利回りの上昇時別の世界の公益株式の騰落率ということで、あの子にシャドウをつけてますよね。丸1丸2丸3丸4丸5この灰色のシャドウ部分、こちらがですね、1995年の12月以降のですね、 実績において長期金利が上昇局面だということなんですけども、この中でこの一番目のここ、ここですね。この一番目のここの電力自由化の混乱局面、まあ、除くとですね、世界の公益株式は上昇しているということがわかるかと思いますで。世界の公益株式と長期金利、超長期はこちらになります。1954年からお示ししてますけども、ね、年末からですね、ずっと世界の公益株式のパフォーマンスが上がっている。 その中で、アメリカの長期金利はです、ね、一度こう上昇して、その局面も貿益株、まあ、どちらかというとまあこう横ばいになってますけども、まあ、なだらかに上昇してきて、この長期には下落局面でも上昇してきていると,ということで、まあ、長期で、長,長期で見ていくと、アメリカの長期金利と、えー、同じように動くときと動かないときがあるということになると思います。じじゃあ何とこう同じように 動いてるんでしょうかってなると、こちらですね。これも長長期で1954年からお見せしていますが、こちらは、まあ、緑の方は先ほどおなしとおり、アメリカの世界の公益株式のパフォーマンスになりますが、このグレーは、アメリカの公益株式の一株当たりの利益になります。要は利益ですね。これ上に上がってると利益が増えてるってことなんですけども、まあ、一度はですね、こうもたもたした時もありましたけども、基本はですね、この上昇が続いていると思います。株式っていうのは 利益のこの増加傾向、方向のモメンタム、一株当たりの利益、こちらと連動しやすいんだということが見えるかと思います。ですので、今後、この世界の公約株式の,この利益はどっちに行くのかということなんですけれども、まあ、いつもお伝えしていますが、安定した業績を出していくということと、これから後で申し上げますけれども、じわじわとですけれども、利益は上がっていく方向というふうに弊社では見ています。 で、その業績、今回のそのコロナショックの時、業績どうなったかということをこちらにお示ししています。これ2013年からお示ししていますが、緑が世界の公益株式の今言った一株当たり利益、英語で EPS と言います。こちらの実績になります。で、グレーが世界の株式の EPS、一株当たり利益の実績です。ご覧の通り、世界の株式っていうのはですね、やはりコロナの中でロックダウンするようなことがあれば、大きく 業績は下がり今足元戻ってくる形ですが、世界の公約株式も少しは影響を受けるんですけども、ほぼトレンドは変わらず、逃げ終わりトレンドは変わらず、今足元、過去の高値近辺まで戻ってきたところでいるということなので、業績のこの安定度合いっていうのは明らかに見えるかと思います。ですので、そういった中で、じゃあ今、株価は変われてきたんですかということなんですけども、今申し上げているような、こちらのですね、 世界の株式っていうのは逆に大きく上がりましたけども、これは利益が上がるよりも PR って言って、要するに収益から見た割安度をですね、を逆に割高に買うような形で上げていった。要はかなり世界の株式っていうのは、世界の公益株式に比べると割高に買っていってる。その中では、世界の公益株式は割高に買われていませんので、まあ、相対的に見てもですね、魅力的な投資対象により、 見えてくるような感じだと思います。そして、ポイントとなるような、今申し上げた、この業績が中長期に続くかということなんですけども、まあ、大きな波が2つあります。えー、1つがですね、この第1の波への、えー、脱炭素化、グリーンシフトというのがありますで。2つ目が電化の進展というのがありますが、この1つ目の波、こんな感じの波、こういう波ですね。これは、2010年、2030年30年、えー、二酸化炭素排出量、実質ゼロの目標年と、 こちらにガソリン車の新車販売、禁止する目標年というのがありますけども、こちらにある通り、ガソリンとこについてもそうなんですけども、ガソリンについては2030年ドイツ、イギリス、2035年中国、アメリカ、2040年フランス、スペイン、こういったところがですね、2035年の日本もありますね、ガソリンの新車販売は、車がなくなるという、大変なことが起きるわけですよ。 はっきり言って時代が変わるっていうか、状況が大きく変わりますよね。そうした波がまず一つ、脱炭素化が来てるんだよっていう中で、今申し上げた電気業者も含めた大きな電化の波っていうのが来ます。実質排出削減ゼロということで、わけですけども、2050年にアメリカ、ヨーロッパ、日本、2060年には中国がですね、本当にこの 二酸化炭素の排出をなくしていこうということで、よりこの電化が進むということで、まあ、ここから40年先にわたってですね、このセクターっていうのは、この2つの波の恩恵を受けていくということになるかと思います。で具体的にですね、今、それをまあ棒グラフでお示ししたものはこちらになりまして、左の方、こちらについてはですね、今、その世界の発電別年、発電量、発電量の変化を見ていくと、こちらのグレーにあります通り、石炭とか、 天然ガス。まあ、こういった発電は年々減少していると思います。そうした中で、この、この緑のところですね、ここのところ、えー、風力とか太陽光発電、大幅な増加が予想されています。まあ、そうしたものがですね、今申し上げたその第一の波、グリーンシフト、脱炭素化、こちらを牽引しているということになるかと思います。で、もう一つ、二つ目ですね、まあ、そこから数年経った中にですね、さっき申し上げた第二の電化の波というのが、えー、移行することが予想されています。 まあその中でですね、まあ、こちらには電気自動車をお見せしてますけれども、暖房とか交通運送とか、まあ、その実は工場で製造する過程とか、まあ、こういったところでもです、ね、電力がその他のエネルギー、風力とか、こちらにあるとおり太陽光とか、こういったものに変わっていくということになりまして、これ電気自動車でいくと、2030年から50年、ものすごい伸びで,です、ね、伸びていくということが予想されているということなので、この波は長期で続くということです。 そして、まあ、一部の,です、ね、このグリーンエネルギー関係の株価は大きく上げすぎて、今、調整局面、まあ、ちょっと変わりすぎた部分はあるかと思います。ですので、まあ、このグリーンエネルギーの中でも、まあ、どちらかというとグロース株的な要素で変われたものもありますけれども、この広域株についてはです、ね、先ほど申し上げたとおり、えー、割高な局面まで変われていません、比較的落ち着いていると。といったことで、全体が少しもたつく中で見直しが入っているということで、まあ、その流れが始まったんだというふうに考えています。 ですので今申し上げたその PR、実際にご覧いただきたいんですけども、えー、こちらの方、この青い方が世界の公益株式の PER です。あの、利益から見た割安度。えー、この低い方が安い割安。上がれば高い割高ってことになるんで、上がってると割高だなっていうことになります。で、世界の今、えー、実質の株式の PR については今足元直近大きく上がってますよね。30倍を超えるところまで実績が上がってきます。 かなり高いところまで来ています。しかし、世界の公益株式は、20倍のところで止まっているということでいくと、過去のレンジ内も大体20倍から15倍ぐらいで、ここ5、6年ぐらいですかね、動いていたと思うので、レンジ内ということなので、相対的にこの2つの株式、世界の株式っていうのは、半分ぐらいアメリカ株が入っています。グロス株中心なんですけれども、そちらと比較して、相対的に PR から見てもですね、割安度が 非常に高いということなので、まあ、このあたりもですね、魅力度は相対的に高まってきたかなというふうに考えています。そして、なんでそうなったんですかってことなんですけども、実際見ていくと、あのー、なんで今こうなっているかというと、この中央銀行の流動性というのがありまして、アメリカが緑、薄いのが中国、で、ユーロ、で、グレーが日本、で、イギリス、合計が、えー、紫2.8。 平均が、えー、平均が2.8。合計がこの紫ですね。マイナスとかがあるので。っていうことなんですけども、リーマンショックの時に、この、まあ、お金の流動性、まあ、要は、こう、ばらまいていたってことでしょうかね。わかりやすく言うと。まあ8、8%近いところまで上がっていったのが、今、倍近く、今回のコロナショック、去年の春で14.2までいって、今、直近7.1ということなんで、まだ7%台。要は、今、この流動性を大きく半分ぐらい減らしましたけども、まだそれでも、 リーマンショックの時ぐらいのところにあるということですが、この下げによって高い PER っていうのはなかなか許容できなくなっています。ですので最近この今足元1月、2月、3月、えー、グロス株かなり厳しかったと思います。 多分この傾向、今足元はですね、まあ、この4月、5月、リバウンドがあるかも分かりませんけども、なかなかも上値は抜けにくいというふうに考えていますし、まあ、今後はですね、どちらかというと割安なものがやっぱり買われていくような方向には長期的になると思います。まあ、足元は、まあ、日本もそうですけども、えー、決算シーズンという時があれば、決算動向に左右されるということになるかと思います。実際にもう一つ、えー、この世界公益株式のですね、魅力の とこで申し上げた、世界公益株式の配当利回りになります。配当利回りでいくと、こちらにあるとおり、えー、世界の公益株式の配当利回りは3.4、えー。世界の国債の利回りはグレー。で、今、こう下がって0.6。差は3.4-0.6で2.9あります。その差を示したものが一番下のこのグラフ、利回り差ですね。この利回り差というのは、赤の世界の公益株式の配当利回りからこかか、これからこれから。 世界のの国際利回りを、まあ、単純に引いたものです今、利回り格差が今、2.5、ずーっと来て2.9、3%近くでキープしているということで、まあ、ここ、足元、ずっとですね、えー、チャーミングっていうか、配当利回りからですね、魅力的な数字にあるかと思います。では、その時の今、世界の公益株式のパフォーマンスですけれども、えー、この緑の通り、こういった形に動いてきていて、えー、利回り格差がありながら、じわ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 と株価は上がってきていると。 まあ長期で見てますからね。そして利回り格差があまりなかったこの時ですね、1994年から2008年の秋まで、この局面はですね、ほぼまあこうゼロ近辺にマイナス2から2%の間動いてる感じですけども、まあ、そこでもまあまあジグザグしながら緩やかに上昇しているというところかと思います。で、実際に今2.9利回り差があると申し上げましたけども、3月末の時点、えー、過去ですね、 2008年の10月末から2016年の3月末までで、まあその月ごとに買っていって、そこから5年間ホールド、株式を持ったままいくとどんなパフォーマンスになりましたかっていうのを示したのが、この緑のドット、点々になります。ちょうど2.9%の利回り差ですから、過去で、あくまでも過去ですよ。だいたいこの、まあ、えー、っと、50%台後半ぐらいから30%ぐらいは上昇しているので、 まあ5年経つとそれくらい上昇していく爆発的な上げじゃないかもわかりませんけども、まあ、確実に核は上がっていたということがお示しできるかと思います。まあ、ここはあくまでも核なのでこれが将来も続くということではありませんのでそこだけご注意していただけたらと思います。そして実際に歴史は繰り返すということをですね弊社も申し上げてきてますけどもまさに今そういうタイミングに近づいてきたのかなというふうに思っています。成長株11.9ヶ月上がり。 ここでは9ヶ月、9.2ヶ月9、9年2ヶ月上がり、今直近もそろそろこの成長株がもしかしたら終わったかもしれないというふうに思っています。で、大体こう10年周期ぐらいで資産株、成長株、資産株、成長株と来るんですけども、も株価の方はアメリカの株式とアメリカの公益株式を比べてて、これ見てあんまり変わらないじゃんと。変わらないですよねと思いますけども、実はここでは資産株の方が大きく124%上がり、ここでは成長株が上がり、ここでは資産株が上がり、次は成長株が,が,長株が来て、 三株が来てということで、やっぱり投資っていうのはですね、もう十年、約10年前後ぐらいで大きく変わってきてるんで、今後もですね、これは、まあ、その同じリズムで来るかどうかってことは、まあ100、100%言えるわけではないですけども、そういった流れに近くなってきたんじゃないかなというふうに思っています。それ、同じものをですね、同じ期間、上に上がるとアメリカの貿易株式がアウトパフォーム、状況がいい、下がると悪いということですけども、まあ、やっぱりジグザグ動くことが、もう一目瞭然にわかるかと思います。 でこの成長株が大きく来た時っていうのは、えー、1962年から1974年まででいくと、ニフティー・ヒフティー・ソ大型コンピューターが復旧した時にこういう状況が起きました。えー、次、えー、1990年の秋からですね、1999年の12月まで、まあ、2000年の IT バブル、他のところまででいくと、IT 相場パソコン、携帯電話の復旧です。で今回でいくと、2009年の1月から今直近まで、このファング相場 まあ、ガーファとも言いますけども、スマートフォン、e コマス、こういったものが、アメリカ、中国で復旧して、まあ、世界的に広がっているということなので、ここの部分を織り込みに行っているように思えます。ですので、ここからは、そういったところ、一旦ですね、織り込んだ後は資産株にする可能性が出てきたのではないかというふうに思っています。実際にパフォーマンスを見ていきたいんですけども、そういったパフォーマンスを見ると、これ IT バブル以降の格差なんですけども、1995年からお示ししてますが、 あのこういういう世,世界の株式の,あのバリューとグロースに対する比率を見てますけれども、このバリューグロースもです、ね、こういうふうに動いてきてです、ね、マイナス2標準偏差をこう入ったところについては、えー、こういう動きをしているということで、今、どちらかというと、このマイナス標準偏差、えー、マイナス2というところを入ったところでいくと、 この過去の局面、1, 1点だけですけども、グロースからバリューに転換する局面、今、足元、このさっき言った1月、2月、3月で世界的にもこういう流れ、日本株も12月、1、2、3と4ヶ月間、大きくバリュー株が動き始めているところを見ると、まあ、世界的に変わり始めた可能性があるというふうに言えるように思います。そして、じゃ IT 株との比較なんですけども、世界の公益株式と世界の IT 株を比較した場合、 ここでいくと世界の IT 株がこのグレーっていうか黒いところで緑が世界の公益株式のパフォーマンスその相対のパフォーマンス取ったものはこの紫になりますで逆にもう IT 株大きく上がって下がってってことなんで分かりやすく言うと大きくこの相対パフォーマンスが下がるってことは IT 株が調子よくてこの コエク株、まあ、グロインを含めたところが比較的調子が悪い。ここは逆に調子、調子が悪いってことなんですけども、これもですね、標準偏差マイナス1.5をこう割ったところ、かなりまあ期間的には長いですけども、そういった局面に今入ってるんですよね。そういうところでいくと、まあ、少し時間はピンポイントで言うのはなかなか難しいですけども、やはり今足元の状況を見ていくと、その IT 株、グロース株から、えー、そのバリュー株っていうか、 えその世界の公益株式に移りつつあるんだだなとといいうことだと思いますただし、足元はですね、えー、まだら模様ということですけれどでも、あくまでも中長期的にはそういった流れがあるというふうに思っています。で、逆に2000年のですね、これ3月からじゃあ IT 株を投資はどうなるんですか。要は、ピークから投資をすると、IT 株って10年以上報われないんですよ。 そしてやっと今直近上がってきたということなんで、IT 株の上げ方は爆発的に上がりますし、こうボラティリティっていうか上げ下げが激しいんですよね。ですから、ピーク近辺で IT 株を投資してしまう。もしくは持ったままになってしまうと、下がった後っていうのは結構過去は、この2000年以降は厳しい局面が続いたということがわかるかと思います。ですので今、そういった意味で言ってもですね、今足元でいくと、マ、え、イ、ー、ナス1.5の標準偏差に入ったというところでいくと、えー、魅力は増してきたのかなというふうに思っています。 ですので、今、少し世界の公益株式が3月でピクっと上がってきましたけれども、やっと動き始めたのかなという感じなので、ここからをです、ね、楽しみに見ていきたいなというふうに思っています。で、まとめになります。1つ、60年代から70年代の金利上昇、長期には上昇した局面では、パフォーマンスが停滞した時期もありましたが、それ以降は金利上昇があっても、長期的には上昇トレンドが持続していたということ。2つ目 まあ引き続き利回り面で相対的に魅力的ということは先ほど申し上げました。かつ安定した業績にもかかわらず、バリエーションはですね、その投資価値評価といいますけども、低水準、魅力的な水準にあるんだということになります。三つ目、先ほど二つの大きな流れを申し上げましたよね。グリーンシフトというのは広域用にはプラス要因なんだということで、この三つを合わせていくとですね、 中長期的な投資機会の可能性。まあ、3月、まあ、絶好のタイミングだったかもわかりませんけれども、ここから今足元についてもですね、中長期では投資機会の可能性があるんだというふうに思っています。えー、私の方から以上になります、えー。ご清聴いただきありがとうございました。